しんどいね。口じゃなくて手動かして。何ちょっとどういうこと。この箱のせい。あいつ騎士団に告ぐ。ソリアは正体を指揮し散った魔物の討伐に当たれ。客を避難させるのが先だろう。残りは私と観客の護衛だ。魔物は一匹たりとも逃がすな。まあフレンなら考えてるから、ちゃんと隊長らしさも板についてんじゃねえか。俺たちは行くぞ。ジュディスとイヌコロが先に行ったわよ。ああやれやれ。ちょっと待てよ。おいってば。早い野郎だ。まだラピードが追ってる。ラピードが追いついてくれてればいいんだが。それにしてもどうなってるの。なんでラーギーさんが。どうやらはめられたっぽいらしいな。フレンの任務を妨害するために俺たちをけしかけたんだ。任務？お姫様を連れ返しにってことじゃなさそうだぜ。それなら闘技場の大会に出たりしないからな。じゃあ一体何なんでしょう。さあな。ラーギーの思惑を邪魔するものだったってのは間違いなさそうだな。でもあの温厚そうなラーギーさんが。箱を奪ってった時のあいつは温厚なんてもんじゃなかったわよ。ルーインズゲートは表向きの顔ってやつかね。それにしてもあの箱を奪っていくなんて。クリアシエルって一体何だったんでしょう。分かってるの。私の魔術があの箱のせいで暴走したってことくらいかしら。あんな風にオーディブラスティアが制御できなかったのなんて初めて。ねえ、喋ってる暇あったらワンコ追いかけた方がいいんじゃないの。そうね、行きましょう。ラーギーの野郎。一体何のためにあの箱を。天才少女の魔法ちょい異常だったからね。あの箱と関係してるって思ったんじゃない。ラーギーさん、箱の中身が何か分かったってこと。追いかけて捕まえればはっきりするわ。そうね、中身が分かったから盗んだというのならクリアシエルのことも知ってるんでしょうし。捕まえればノーム源の町のことも分かるかも。こりゃますます逃がすわけにいかねえ。はい、急いで追いかけましょう。
ねえ、これこいつがあれば匂いで追えるな。あの箱を取り返さなきゃ。それもあるけどな。ギルドは裏切りを許さない。うん、西の山脈は旅支度のないまま通り抜けるのは無理だと思うから、追い詰められそうよ。ああ、とっ捕まえるぜ。闘技場の方は大丈夫でしょうか？気になる？じゃあエステルたちはここで待ってる？え？これはギルドの問題だしな。お嬢ちゃんたちがついてくる理由はまあないわな。ごめんエステル、私は行くわ。あの箱が気になるし、それにあの箱盗んだバカに落とし前つけたいから。私は。自分で決めな。行きます。騎士団を妨害しようとしたのなら何か帝国にも関係があるかもしれないから。そっか、ま、闘技場の方は大丈夫だろう。フレンがうまくやるさ。じゃ、準備が整ったら早速追いかけよう。アルトスク、ギルド・ド・マルシェ、それにルインズ・ゲートとブラッド・アライアンス、やっぱり一つ足りませんね。それは一体何の話だ？ユニオンの五大ギルドですよ。これまで4つとは関わりましたけど、あと一つも。ああ、そういや名前も聞いたことねえ気がするな。なあカロル、五大ギルドってあと一つどこなんだ？ああ、それならカジギルド、スミス・ザ・ソウルだよ。へえ、そんなギルドもあったんだな。多分ユーリもスミス・ザ・ソウルが作った剣とか知らずに使ってたはずだよ。鉄槌のギルドマークが入った武器とか見たことあるでしょ？ああ、下宿先のおかみさんが使ってた包丁にそういや刻まれてた。闘技場で悪党をぶっ飛ばすだけだったはずなんだがな、いろいろごちゃごちゃ出てきやがって。フレンまでいるとは思いませんでした。それにあのザギっていうのも。逃げたラーゲンね。全部が偶然とも思えないわね。さすがに重なりすぎよ。偶然だったら最悪だな。俺らどんだけ運が悪いんだよ。あれもこれもリヴァイアさんの爪が裏から糸でも引いてるのかね。状況を見つめ直すのもいいけど、ゆっくりしていると逃げられちゃうわよラーギンに。だな、話はここまで。行くぞ。見当たらないわね。ここを進んだんでしょうか？これを抜けて山の向こうに逃げたってこと？でもここはカドスの喉笛って言われてる洞窟で、プテロプスって強い魔物が住んでて危険なとこなんだって。前にナンが言ってた。それを知らなくて進んでいたのかしら。隠れて俺たちをやり過ごすつもりだったらしいな。さーて、じっくり話を聞かせてもらわないとな。俺たちを闘技場に立たせてどうするつもりだったんだ？とにかく箱を返しなさい。仕方ないですね。リヴァイアさんの爪？どこまでも邪魔な連中だぜ。
ルーインズゲートとリヴァイアさんの爪はつながってたってところか。手伝うふりして研究所のものかすめたって横流ししてたのね。許せない、あいつら。正しいギルドで有名なルーインズゲートがそんな悪さするなんて。待って、ジュディス、危ないってば。あら、でも追わないと逃がしちゃうわ。さっきも言ったでしょ、危険な魔物が住んでるって。なあ、もうやめとこうぜ。俺様ベリウスに手紙渡す仕事まだなのに、ノードポリカから離れちゃったらまたドンにしんどい仕事回されちまう。私は追いかけるわよ。あんな奴、遺跡から出た大切なブラスティアを好き勝手にさせないわ。あの箱も返してもらう。私も行きます。何言ってんの、あんたは待ってなさい。待ちません。こりゃブレイブベスペリアとしてはついていかざるを得ないぜ。そうだね、エステルの護衛が僕たちの仕事だもんね。みんなで行けばきっとなんとかなるわ。俺様行かなくていい？ああ、ドンのお使い頑張れよ。なんだよ、引き止めてくれよ。なかなかの強敵だったけど、ま、あんなもんだろう。あんなもんじゃないよ、あんなでかい魔物を倒せたんだよ。落ち着けって、そんなにはしゃぐなよ。ユーリこそもっと喜ぼうよ。あれ、エステルどうしたの？座り込んで。二人ともなんでそんな元気なんです？なんだ、腰でも抜けたか？私、大きな魔物を前にドキドキで、もう戦ってる時はあんなに元気だったのにな。だって戦ってる途中にこんな風になったら迷惑かけちゃいますから。しょうがねえな。ほら、手貸してやるから。あ、ごめんなさい。さてと、次はどんな奴が相手か。ま、何でも来いってところか。次はもうなしにしたいです。あれ、やだなユーリー、本当は戦う気力満々なんじゃない？よっこいっす。なんか聞こえなかった？ここなのじゃ。うわっ！で、パーティー？お、また会ったの。そんなところから出てきて、やっぱりアイフリードのお宝を探してるのか？うむうむ。ねえ、そのお宝ってどんなものなの？聞いて驚け。それはマリスステラなのじゃ。何それ？さあ、白色なエステルも知らないなんて。マリスステラはアイフリードのお宝の中でも何よりも貴重なものなのじゃ。で、そのマリスステラとやらってお宝は見つかったのか？宝とは簡単に見つからないから宝というのじゃ。変なの。
ねえ、ノードポリカで聞いたパティがアイフリードの孫って本当？何よ、そうなの？お嬢ちゃん、盟友に孫がいたと知ったらどんな顔するかね。そういえばドンとアイフリードはユニオン結成以来のお友達なんでしたよね。でもさ、嘘でしょ、アイフリードの孫なんて。だってその話一度も聞いたことないし。本当なのじゃ。多分。多分？どういうことです？多分というのは推測のことなのじゃ。エステルはなんで自分のおじいさんのことを推測で話してるかって聞いてるのよ。それはうちが記憶喪失だからなのじゃ。記憶喪失？ま、そういうことなのじゃ。じゃあアイフリードの孫ってのは本当かどうかわからないってこと？絶対本当なのじゃ。多分。なあ、もう絶対なのか多分なのかどっちよ。わかんないからマリスステラを探してるのじゃ。つまり記憶を取り戻すためにじいさんかもしれないアイフリードに会いたい。そのアイフリードを探し出すためにマリスステラっていうお宝を探して回っているってことかのじゃ。いつの日かじいちゃんに会えるのじゃ。でもそんなことより、紅の小箱追いかけなくていいのかしら。ああ、そうだった。あんた、なんでついてきてんのよ。うちもこっちへ行くつもりだったのじゃ。だったら一緒に行きましょう。それがいいのじゃ。買い物に行くのとはわけが違うんだぞ。承知の上なのじゃ。何かあったら力になるぞ。まあ、頼もしい。記憶喪失ってお話の中だけだと思ってました。案外簡単になるわよ。ブラスティアの実験に失敗、爆発に巻き込まれて記憶が吹っ飛んだってよく聞くし。でも記憶が一切ないっていうのは珍しいわね。寂しいですね。そうじゃな。でも昔の記憶がなくても今より先の記憶はこれからできていくものよ。そう悲観したものでもないと思うわ。なるほど、そういう考え方もあるのじゃな。うちの思い出のアルバムはこれからユリとユリとユリで埋めていくんじゃ。ゾッとするアルバムだわ。私たちのことも少しは入れてほしいです。じゃ、隅っこにちまっと入れておいてやるのじゃ。お助けを。なんなのじゃあれは。エアル？ケーブモックのと同じだわ。ここもエアルクレーネなの？こりゃどうすんだ。強行突破は無理そうね。です、この量のエアルに触れるのは危険です。こんなものに助けられるとは。待て。うわっ、さすがに離れた方が良さそう。この揺れは一体。あれがカロルの言ってた魔物か。違う、あんな魔物を見たことない。パティ、ダメ。うお、
いい加減にして。リタ、危ないです。大丈夫よ、この程度の濃度なら害はないわ。今のは一体何だったんだ。暴走したエルクレーネをさっきの魔物が正常化した。でもつまりエアルを制御してるってことで、ケーブモックの時にあいつが剣でやったのと同じ。通っても大丈夫かリタ。そうね多分。よし、突撃なのじゃ。パーティー、足元気をつけてください。気になるかしら。そりゃそうよ、あれを調べるために旅してるんだし。どうすんだリタ。分かってるわよ、分かってる。今はあいつを追うとき。そいつはどこかに逃げたりすんのか。逃げるわけないでしょ。そっか、いいわ、行きましょう。よし、決まったな。カルル、大丈夫か。うん、大丈夫、大丈夫だよ。さっきの魔物の力もリゾマータの公式なの。エアルを食べる魔物なんて一体何だったんでしょう。少し他の魔物とは雰囲気が違ってたよね。ああ、そりゃ感じた。俺らのことじっと見てたようにも思うし。誰を食べようか悩んでたんじゃない。私、長い時間目が合っていたんですけど。よかったわね、きっと一番美味しそうに見えたのよ。それ全然良くないです。まさかカドスの喉笛でエアルクレーネが見つかるなんて。うむうむ、少しは人も行き来してるのに誰も気づかなかったのかな。多分今までは異変を感じるほどエアルが出てなかったんだと思うわ。じゃの、最悪のタイミングで噴出してくれたおかげで、こっちはいい迷惑だけどな。おかげで発見はできたから、よしとしときましょう。そりゃお前は満足だろうけどな。で、その発見したエアルクレーネというお宝は誰が持ってるのじゃ。リタ、説明してやれ。いいけど、だったらなんで相槌打ってんのよ。よくやったラピード、鬼ごっこは終わりだな。ここはミーのリアルなパワーを。嘘そういう仕掛けか。どういうことです、ラギーさんに変装して。今はあれこれと考えてる暇はなさそう。もう怖いです、ミーはラゴーみたいになりたくないですよ。ラゴー、ラゴーがどうしたんですか。ちょっとビフォーにラゴーの死体がダングレスとの川下でファインドされたんですよ。ミーもアーはなりたくねえってことですよ。ラゴーが死んだ、どうして。それはミーの口からはキャンナットスペークよ。あ、そっちは。イエガー様、お助け隊だにゃん。ガーシュ、ドロッと、あとは任せましたよ。了解。アイアイさ、逃げられちゃう。行かせるかよ。いや、また会いましょう。 See you next time。
腰は受けない。バカにしちゃ嫌なのよ。でもその傷では。撤退する。バイバイだよ。くそ、なんだこの煙。これじゃワンコも匂い追えないってか。匂いさえ我慢すれば平気なのじゃ。その匂いがダメなんだってば。あいつらを追うぞ。砂漠、フェローがいる。私、やっぱりフェローに会いに行きます。待って、エステル一人を行かせられないよ。今の僕たちの仕事、エステルの護衛なんだから。まあ、取られた箱も戻ってきたし、もういいんでない。いつまでもあいつらを追っかけてるわけにもいかねえし。しゃねえ、次会ったら蹴りつけるぜ。ちょっと待って、本当に行くつもり？分かってんの？砂漠よ、暑いのよ、死ぬわよ、舐めてない？分かってるつもりです。砂漠は3つの地域に分かれてるの。は？砂漠西側の狭い地域が山麓部、最も暑さが過酷な中央部、東部の巨山部の3つ目。ちょっと山麓部と中央部の中間地点にオアシスの町があるわ。何の話よ。前に友達と行ったことがあるの。水場のそばに栄えたいい町よ。込み入った話はとりあえずそこでしようってことだよな。それがいい。おっさん、そこ見えしていかんのよ。パティはどうするの？探してる宝物、マリスステラだっけ？その町に手がかりがあるとは限らないと思うんだけど。なに、人がいればそれはことごとく手がかりになるのじゃ。そうね、人は普通に住んでいるわ。ではうちも共にその町まで行くのじゃ。リタ、わかったわよ。とりあえずそこまで行きましょう。あのラーギーさんがイエガーの変装だったなんて。これでルーインズゲートとリヴァイアさんの爪の関係がはっきりと分かったな。どっちもイエガーがボスだったってわけだ。そう決めつけるのは早いんじゃない？俺たちの会ったラーギーがイエガーの変装した偽物だって可能性もあるでしょ。本物は今もどこかの遺跡でせっせと発掘作業をしてるかもよ。そこまで事情が入り組んでたら面倒でしょうがねえな。さすがにこれは考えすぎかな。その辺まで含めてはっきりさせときたいな。あの人は。ここのエアルクレーネなら化け物が抑えたわよ。それは聞いている。聞いたって誰から？あの時ここにいたのってラーギ…いえ、イエガーだけ。まさか、イエガーと…エアル・クレーネに近づくと言ったはずだ。悪いね、こちとら偶然にもそいつを見つけたもんでね。ならばすぐに立ち去るがいい。二度と来るな。ちょっと待ってよ。
何なのあの態度。せっかく戻ってきたんだ、調べてからでもいいぜ。冗談、私たち優先しなきゃいけないことたくさんあんじゃないの。ま、俺たちはな。うん、私たちです。あ、エステル。そうだな、ほら行くぜ。ほらリーターも